白石喜太郎1月7日昭和20年7月28日は、高知県出身の日本の実業家、経理士。第一銀行勤務の後、渋沢事務所へ転じ、約18年間、渋沢栄一の秘書役を務めた。その後、渋沢同族株式会社の専務取締役に就任。明治20年、先代喜太郎当主の長男として、高知県安芸郡田野村に生まれる。明治29年先代喜太郎が病没、家督相続し、又木を改め、襲名。明治38年、高知県立中学海南学校を卒業後、県立東京高等商業学校に入学。渋沢事務所の八十島親則に保証人を依頼。在学中は、休暇の前後に八十島親則を訪問し、主事教えを受ける。明治42年、本科2年生の時、文部省の方針に反対する学園紛争が起きた。5月6日、文部大臣、小松原英太郎が東京工商専攻部廃止を決定したことに抗議するため、5月11日、学生大会にて全学生総退学を決議した。退学届には保証人の調印が必要なため、八十島親則へ調印を依頼した。喜太郎の母の依頼により保証人になったのだから、明瞭に退学を同意すれば、調印すると回答。その間も、八十島親則らは、事態収拾に奔走。中野竹中、島田三郎、東京工商の省議員である、渋沢栄一の調停により、文部省が原案を撤回した。5月24日、喜太郎を含む、全学生は復学。明治43年、卒業後の進路について、八十島親則へ相談。商事会社や工業会社は適当ではないと思うから、銀行方面に就職してはどうかと助言を得、八十島親則の終戦により、卒業後の7月、第一銀行へ入行。入行時も、八十島親則が保証人を引き受ける。入行後、総支配人、佐々木祐之助の面接を受ける。明治44年、八十島親則の親友で、東京工商先輩の石井健吾が支配人に就任。新支配人歓迎会で、白虎隊の活人画を行う。明治45年、渋沢栄一の娘婿である明石照夫が入行し、割引掛けで机を並べる。大正3年2月、八十島親則の自宅に呼ばれ、渋沢事務所への転勤を勧められる。渋沢同族株式会社の設立準備のため、増田明六に加えて、もう一名を欲しい。東京工商の在学当時から、人となりを知っているのが理由。事前に第一銀行の同僚、明石照夫に相談したところ賛成とのこと。渋沢栄一の同意を得たので、第一銀行総支配人、佐々木祐之助、石井健吾の了解を得たと説明があった。渋沢事務所へ転勤を命ずという事例を受け、3月20日、兜町の渋沢事務所の書斎にて、渋沢栄一と面会。大正3年3月25日、渋沢事務所へ初出勤、八十島親則から、数日前に、事務所へ入った、渋沢武之助、事務所の従業員である、増田明六、上田彦次郎、鈴木勝、中野次郎を紹介される。当初の担当は、新書の受付。受け付けた新書を新典書以外は開封し、要件を撤記し、秘書役の増田明六へ提出することであった。八十島親則が書種の記述にあたり、文案作成も要務の一つであった。法学の大家、穂積信繁に指示した八十島親則の教えを請い、得るところがあった。我が国最初の対外通信社である、国際通信社の規約作成に従事。同社は渋沢栄一らがジョン・ラッセル・ケネディの意見を受け入れ、設立。八十島親則が理事のため、喜太郎も要務を務めることになった。大正4年4月、渋沢同族株式会社が設立。社長に渋沢慶三、専務に八十島親則、取締役に明石照夫、監査役に坂谷義夫が就任。増田明六は、主事、喜太郎は、上田彦次郎、鈴木勝と共に書記に任用された。4月1日の事例により、渋沢事務所員と渋沢同族株式会社社員となった。一年余り同室に机を並べた渋沢竹之助が株式会社東京石川島造船所に勤務することになったため、渋沢竹之助が担当していた十勝海混合資会社の事務を引き継ぐことになった。同社の社長は上村清三郎、八十島親則が業務担当社員であった。同年12月、渋沢栄一の関西、九州出張に随行し、西園先生西南寄稿を記す。大正5年7月、渋沢栄一は第一銀行の定時株主総会において第一銀行頭取を辞するとともに、実業界から引退することを発表。帝国ホテルにて引退披露会が開催された。引き続き神戸、大阪、名古屋にて披露会が開催されるため、喜多郎の他には、渋沢竹之助、小高次郎、山下亀三郎、八十島親則、前原伊豆太郎が随行した。大正6年3月、渋沢栄一は、再び、神戸、大阪、奈良、京都、名古屋へ出張し、喜多郎は随行した。往路で偶然同社していた、小高次郎、蓮沼紋蔵と歓談。神戸では、妻の内田信也邸を訪問。奈良には、伊藤伝七、佐々木清麿、第一銀行京都支店長、明石照夫、大阪支店長、野口渉さん、神戸支店長、杉田富が同行。京都では、田中源太郎などと面談。名古屋では、伊藤呉服店などを表敬訪問。大正6年10月、渋沢栄一は、北越及び大江へ出張し、喜多郎は随行した。長岡、新潟、会津若松、米沢、山形、秋田、青森、盛岡、仙台、福島の各市を訪問。西園先生、北越及び大旅行と題した、随行記を表した。喜多郎が渋沢事務所へ転じてからの数年間、渋沢栄一は、精力的に実業界及び、教育機関、社会公共事業の支援並びに民間外交を推進した。大正3年8月16日、首相、大隈重信は、渋沢栄一ほか実業家を官邸に招き、第一次世界大戦への参戦を説明。同月、第一次世界大戦の影響を受け苦しんだ産紙業者の救済について、尽力、10月には国産奨励会を組織、連合軍傷病兵救援会を設け、12月、明治神宮奉賛会の設立を計画した。同年秋頃から翌大正4年、東京市内に電灯及び電力を供給している、東京市電気局、東京電灯株式会社及び、日本電灯株式会社の統一に尽力。同年3月、産紙業者救済のため、帝国産紙会社の設立に努め、4月、サンフランシスコで開かれるパナマ太平洋万国博覧会に規制を添えるため、観覧協会を組織。7月、日本郵船会社と東洋汽船会社との合併につき、調停を行い、同月、中国広東水害救援に尽力した。大正5年2月、日米関係委員会を組織。8月、東洋製鉄会社を発起し、10月、理化学研究所の創立に着手した。大正6年1月、連合国傷病兵理災者訪問会を設立。5月、日本郵船会社の紛争を調停し、8月、米国鉄罪金融解除につき努力し、9月、早稲田大学維持委員となり、10月、東京風水害救済会を設立し、11月、天津水害義助会を設立した。これに加えて、訪米、訪中、前述を含む国内出張を試みたのみならず、来日外国要人との接遇を務めた。渋沢栄一の精力的な活動に伴い、八十島親則、増田明六は、元より渋沢事務所は極めて多忙な日々を送った。大正8年秋、神田内部の推薦により、小畑久五郎が渋沢栄一の英文秘書役と、日米関係委員会幹事として渋沢事務所に参加。この間、八十島親則、増田明六は他の会社にも顔を出すようになり、渋沢事務所の繁忙に拍車がかかった。大正9年3月18日、学生時代からの恩人である、八十島親則が病没。八十島親則の没後、増田明六は一層多忙になり、渋沢栄一の秘書役よりも、渋沢同族株式会社の事務に時間を割かれ、取締役に選任されてからはさらに反撃となった。喜多郎は、渋沢栄一の秘書役となった。同年6月、第一銀行福岡支店支配人であった、渡辺徳夫が、渋沢同族株式会社に転じ、7月の株主総会で、取締役に選任された。大正12年9月1日、関東大震災が発生した時、渋沢栄一は渋沢事務所にいた。喜多郎が渋沢栄一の命により、日本興業クラブ書記長の北定吉と電話中に第一審があった。その後、本審があり、喜多郎の背後にある大金庫が大音響と共に倒れかかってきたが、間一髪で逃れた。渡辺徳夫と共に、渋沢栄一の個室へ駆けつけたところ、渋沢栄一はたまたま同室していた増田明六に助けられたところであった。上田彦次郎の没後、第一銀行から転じて、用土係を担当していた井田善之助も渋沢栄一らに合流し、前邸へ脱出。第一銀行へ避難した後、渋沢栄一は自動車で飛鳥山邸へ向かった。喜多郎は、小石川区加護町の自宅に徒歩で向かった。地震により発生した火災により、渋沢事務所や第一銀行も焼け、下町全部は焦土となった。翌日、飛鳥山邸に集まったのは、喜多郎のほかは、渡辺徳夫と井田善之助に限られ、残りの事務所員の消息は不明であった。当面は、飛鳥山邸に事務所を移し、清淵文庫の閲覧室をこれに充てると決まった。9月3日、渋沢栄一の命により、自動車で渋沢事務所の焼け跡を視察した。5日、渋沢事務所の全員が無事であることが判明。10日に古賀合名会社内に渋沢事務所を移した。この前後、渋沢栄一は内務大臣、後藤新平の求めにより、協調会を通じて罹災者支援を開始する。9日には大震災前後会を発足させた。渋沢栄一が後藤新平を訪問する際、喜多郎は随行する。大正15年4月、渋沢栄一の娘婿である枢密院議長、穂積信繁男爵が生涯を閉じた。阪谷義夫男爵が渋沢栄一近親の年長者となり、数多い渋沢栄一の事業と健康をいかに調和させるか配慮することになった。常時病気であるつもりで、具体的には37から38度の発熱ある心得でのモットーに基づき、秘書役の喜多郎は渋沢栄一の日々のプログラムを編成することになった。昭和4年夏、喜多郎が渋沢事務所に入ってから十数年間机を並べた増田明六が病没した。同年晩秋、経済知識社社長の後藤時雄から渋沢栄一の自叙伝編述について相談された。かねて喜多郎が書きかけていた草稿のことを漏らしたところ、経済雑誌、経済知識に、人間、渋沢栄一と題した連載を行うことになった。しかし、渋沢栄一のあまりに側近く使えるものが、筆者として名を表すことを勘案し、泉清のペンネームにすることになった。昭和5年1月号から連載が開始された。後藤時雄から同志を送られた渋沢栄一も読んだ。号を重ね、叙述が進むにつれ、渋沢栄一は次第に興味を覚え、思いのほかに事実を詳しく知っている筆者が何者か確かめようとした。まず喜多郎に質問したが、匿名にした趣旨に従い、明瞭な回答は避けた。その後、渋沢栄一は各種方面から調べたようだが、ついには、明石照夫に調べさせた。後藤時雄は明石照夫に問い詰められ、ついに事情を明かすことになった。明石照夫の報告により、一層興味を深めた渋沢栄一は、校閲のため初めから読み返し、記述の不備などを喜多郎に指摘した。この時は、昭和になってから渋沢事務所に入った佐治祐吉に記事を読み上げさせた。昭和5年秋、江口忠司丞を、直選議員にするため、渋沢栄一は浜口友好首相を訪問した。また、書状を鬼太郎に届けさせた。首相は多忙なため、秘書官であり、海南学校同窓の中島や談治に託した。昭和6年1月、渋沢栄一は第一銀行の定時株主総会に出席。佐々木祐之助が頭取を辞し、石井賢吾が頭取に就任する記念すべき会であった。同年10月に入り、渋沢栄一は体調を崩し、14日に手術を受けた。手術時から渡辺徳夫と鬼太郎は交代で宿直を務めた。11月11日、渋沢栄一は没した。渋沢栄一の没後は、渋沢慶三に仕え、関連会社、団体の役員を務めた。昭和8年12月、渋沢栄一の伝記、渋沢栄一翁が、刀工書院から出版された。泉清のペンネームで、経済雑誌、経済知識に、人間、渋沢栄一で連載した記事をまとめた。渋沢慶三が、序文、渋沢英雄が想定を担当。昭和9年7月、鬼太郎にとって2冊目の著書、渋沢翁の面影が、四条書房が出版された。昭和20年4月13日、空襲により、小石川区加護町の自宅が全焼。数日後、渋沢慶三の使いとして、渋沢事務所の杉本幸男が、避難先を来訪。坂田喜一邸に避難するようにとのこと。しかし、空襲の度に病を得て衰弱した鬼太郎を妻の達が、背負うのは、危険と、達は判断。箱根の別荘へ疎開したい旨を、杉本幸男に伝えた。渋沢慶三は、杉本幸男に命じて、入手が極めて困難なガソリンを工面し、徳川家の自動車を手配。鬼太郎らは、箱根に向かった。同年7月28日、病気療養先の神奈川県箱根線石原にて死去。1861年2月生まれ、高知、広末兼三女。1883年6月生まれ、高知県人、広末万次郎の妻1901年6月生まれ、東京、中川清太郎四女。東京府立第一高等女学校出身。1924年4月生まれ。1926年9月生まれ、1929年3月生まれ、1932年4月生まれ、1934年7月生まれ、1937年12月生まれ、1940年1月生まれ、1942年11月生まれ。ありがとうございます。